自分たちっていうかは一人ではあんまり生きない、だん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 こうみんなが集まって一緒に暮らしています。どうやったらうまくやっていけるかって、そういうことを建築で考えたいと思っている。 I think it's very risky to be an architect because you are not only going to change the physical landscape of an area, you are going to change the life of a certain amount of people.みんなもう水が乗って津波が入っておりました。私自身はですね、まず家屋が全部流出されまして、それから家内もなくしております。あとは地域的にはですね、やはり44、45人の方が亡くなっておるし、流出家屋が約300件あります、ここの地区では。そこで、私は他の日本の建築家4人と一緒に、とにかくみんなのちっちゃなリビングスペースになるようなものを作れたらいいなと思って、で一緒にみんなの家プロジェクトっていうのをやることになってたから、なんとなくやっぱりどういうことが起こるか分からなかったけど、ヤンさんが若かった、それからすごい明るかった、すごく明るく何でもこうポジティブにこうどんどんこうやっていけるそうだなっていうふうに思った。 When people sit on these benches, they are always facing each other. So 一生懸命こう自分が考えてきたことは説明するし、でまた向こうが何か言ったりして、でそれに対して、あ、じゃあこうしようかこうしようかっていうふうに、とってもいいプロセスを今たどってます。I remember last time Takahashi-san told me that fishermen like to look at the stars at night. So from this kitchen, there's a window actually and directs people's view towards the sky through this opening. もしね、新しい建物ができたとですね、また浜にですね、現地が戻ってくるのかなと思っています。将来にわたって、夢を持っていくかっていうのは、場所がそういう場所になるんじゃないかなと思っています。はい。そういう場所っていうのがやっぱりすごく重要なんだっていうことを改めてこう使う人も感じてくれるし、作る方もそれを教えてもらえる。